どうもこんにちは、鈴川彩子です。本日はですね、こちら群馬県にある矢木沢ダムにやってまいりました。なんとですね、今日が、この矢木沢ダムで1年に1回あるかないか微妙なね、この放流、矢木沢ダムの放流がこちらで見れるということなので、はい、はるばるやってまいりました。点検ですね。ちゃんとこの大雨の時とかにダムが稼働するか、ね、水門がちゃんと動くかどうかの確認するものです。まあね、あそこ見えるかな、ね、あそこからそのバーッとね、水が流れ落ちてくるのをこれからですね、見るわけなんですが、最初はね、まあ、ちょっとずつゆっくりでね、そのうち40分、30分、40分かけてその最大のね、水量が落ちてきて、かなり迫力があるということなので、あと1時間ぐらいあるので、放水の時をちょっと待ってみたいと思います。じゃあね、間もなくね、放水が開始されます。午前10時ぴったりに開始になります。さあ、あそこをね、注目しておきましょう。なんかすごい色が茶色おお。すごい。いや、これ全然勢いすごい、思ってた以上に綺麗な水が泥水と混ざってる。すごい。ちょっとね、もうちょっとあの下のね、トンネルっぽいところまで行けるみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。すごいね、なんか水を結構かかっちゃうっていうのを聞いたのでね、もう私このね、レインコートで一応万全にはしてあるんですが、どんぐらいでもかかるんだろう。すごーい。かー、こいつはすごいぞ。すごーい、すごーい。最初のね、水ちょっと汚かったですけど、今はね、もうまあ綺麗っちゃ綺麗ですね。白く見えます、泡とかで。すごい。すごい。すごい。強くなった。うわ。じっと見てたら分かんなくなってきちゃった。これ水か。いや、なんか水なんか増えてる気がするけど、あんま変わってない気もするし。わあ。わあ。わあ。すごーい。すごーい。何これ。ちょっと下の方が水しぶきがすごいんだ。うわー、水にかかってきた。いやー、水かかってきた。どうしよう。
最大の水量になります。さあさあさあ、これは。まるちゃん。うわあ。逃げちゃった。すごいな。すごーい。これ最大？おお。すごーい。足元に虹ができてる。いやーもうわけわかんないよ。すごい、ここ自撮りしちゃおう。これちょっと動画ではね見たことあったんですけど、やっぱ実際来てみてこの迫力でも本当何回も言いますけど、最初ねちょっと出てきただけでもねすごい音がして大きいなと思ったけども、最後ここら辺一面もううわっと真っ白になって、もう水雨豪雨豪雨かかりますので、まあ1年にね1回やらない年もたまにあるので、かなりねレアなね放水イベントでございますね。なのでぜひぜひ気になった方はですね、こちら群馬県の矢木沢ダム一度してみてはいかがでしょうか。かなり珍しいです、こういう体験ができるのもね。なのでおすすめでございます。